カイイマナイ -86、八 -86 セーバー、ノースアメリカンカイイマナ八 -86 サーブルは、アメリカ合衆国のノースアメリカン社が開発した、ジェット戦闘機。愛称は、セーバー、サーブルである。CL-13、CA-27、FJ-2 CA、FJ-3 については、派生型武士を参照。 1947年10月に初飛行。後に生産国のアメリカを、はじめ、1950年代以降に、多くの西側諸国で正式採用された、アオンソクジェット戦闘機で、アメリカ空軍が1950年代初頭より、主力戦闘機として最も重きを置いて、配備を急いだ、傑作機であった。第一世代ジェット戦闘機に分類される。 武装は当初こそ平凡なものであったが、後に空対空ミサイル、サイドワインダーが開発されると、その有効性を実証し、派生型も含めて9860機が製造された。第二次世界大戦末期の1944年に、ノースアメリカン社は、大日本帝国海軍に対抗する、艦上ジェット戦闘機案な -134 をアメリカ海軍に提案していた。 これを受けて、1945年1月1日、アメリカ海軍は、環状ジェット戦闘機、XFJ-1 の開発を発注した。これは、P-51 の主翼と尾翼をそのまま流用し、胴体のみ、ジェットエンジン搭載の新設計のものに変え機体である。この機体の開発を受けて、アメリカ陸軍航空軍は1945年5月23日に、 XFJ-1 の陸上型 XP-86 の開発を発注した。そんな最中の1945年6月に、ノースアメリカン社は、前月連合国に降伏したばかりのドイツ国内の占領地から、後退翼に関するレポートといった、大量の航空機の先進的実験データを得た。このデータをもとにノースアメリカン社は開発中の、 XP-86 の設計を変更し、高速戦闘機に必要な後退翼を装備させる必要があるとして、設計中の機体を後退翼機にする許可を求めた。アメリカ陸軍はこれを了承し、P-51 から流用した主翼、尾翼に変えて、新設計の後退翼を採用した。完成した試作機 XP-86 は、 第二次世界大戦の終結には間に合わず、大戦が終結してから約2年2ヶ月後の1947年10月1日に初飛行を行う。予想以上の速度性能と機体運用の実用面で特に問題がないと判断され、PE-86 の実用化は急速に進められ、1948年9月には最初の量産型である A 型が、 観光下による時速 1079.6km を記録して当時の世界最高速度を樹立している。1949年には A 型が実戦部隊へ配備される。この後、アメリカ陸軍航空軍はアメリカ陸軍から独立してアメリカ空軍となり、それに伴って使用する航空機の命名法が変更された。陸軍航空軍の戦闘機は 追撃機と呼ばれ、追撃パースウッドの頭文字 P から始まる一連の番号が振られていたが、1948年6月から戦闘機ファイターの頭文字 F が与えられるようになった。そのため P-86A は回 -86A と解消された。主翼は、路角したドイツ軍機の開発研究データを参考に開発した。 低翼配置の35度の全円交代翼を採用しており、主翼公園には内側にスロケットフラップ、外側には補助翼を装備している。垂直尾翼と水平尾翼も同じく交代翼が採用されており、機体後方両側には横方向に稼働するエアーブレーキが装備されている。また、垂直尾翼の先端前方には VHF、 IF 用のアンテナが装備されている。コックピットのキャノピーの形状を累積型で360度の視界を確保し空線では有効に機能した工術。座席には射出座席を装備している。エンジニーの空気取り入れ方式はノーズインテークを採用しており、ノズルは機体末端に付けられている。機体末端下部には緊急の際に機内の燃料を排出するための燃料。 緊急排出弁が取り付けられている。生産の途中で、空力的に様々な改良を受けており、E 型以降は、全誘導式、オールフライングテールの水平尾翼を装備し、主翼についても、後退翼は低速度において、向かい角を増すと、翼端失速を起こしすく、着陸速度が高いため、主翼上面の空気の流れを制御することで、 翼端失速を遅らせるとともに着陸速度を低くする機能を持つ前円スラット型と境界制御型の2種がある。機銃はインテーク周辺に12.7メートル MM3 機関銃計6門を集中装備としている。また、回 86A のバッチ3回 86A 5以降では、 レーダーを使用したレーダー照準機による下器管制システムが搭載された。これは機種部に搭載されている即興レーダーアンテナからマイクロ波を発射して目標までの距離を測定して、それをもとに計算機が大気密度、風向、風速などの条件を加えて目標の未来位置をコックピットの照準機に照準線、レティクルを表示するものであり、これにより射撃精度は飛躍的に向上した。 主翼下には、増装や爆弾、ロケット弾の傾向が可能で、後に空対空ミサイルも傾向するようになった。解マイナス 86A マイナス5では、APG マイナス5即挙レーダーによる A マイナス1、B レーダー照順機、解マイナス 86A マイナス6では、改良型の A マイナス 1CM レーダー照順機が採用され、解マイナス 86A マイナスなのではさらに、 APG-30 即挙レーダーが導入された。この即挙レーダーは MA-2 下機管制装置の中核となる装置であり、回 -86E においても搭載された。また、k -86AF においては改良型の MA-3 が採用された。回 -86 の名を挙げたのは初の実戦である朝鮮戦争における活躍であった。国連軍が 朝鮮戦争に参加した当初、近日世の朝鮮人民軍は、本格的な航空兵力を持たず、アメリカ海軍の関西キグラマン海9海パンサーや、アメリカ空軍のリパブリック海 -84G、ロッキード海 -80 シューティングスターなどの、直線翼を有するジェット戦闘機はもちろん、第二次世界大戦中に活躍した海 -51D や、 F4U コルセアといったレシプロ機も活躍できるほどであった。しかし、1949年に成立した中華人民共和国の交尾延長義勇軍が参戦すると、ソビエト連邦から大量に対応された中国人民解放軍所属のミグ -15 が応力港を超えて飛来するようになり、直線翼のジェット戦闘機では対抗しきれないと判断したアメリカ空軍は急遽、 海マイナス86を投入し、朝鮮半島上空にて、史上初の後退オクジェット戦闘機同士の空中戦が繰り広げられた。海マイナス86は一部の機体性能では、ミグマイナス15に劣っていたが、結果は、投入から急戦までの約2年間で損失78機に、大刺激追数約800機とキルレシオ10以上の戦果を上げた。当時操縦士として、 実践を経験したジョン・ボイドは、回マイナス86は類的型のキャノピーにより360度の視界が確保されており、ミグマイナス15に比べると操縦も容易であったため、敵機をより早く発見、対応することが可能となったという考えに至り、決定的な勝因は操縦士の意思決定速度の差にあったと結論付けた。またレーダー照準機による高い射撃精度もこれを後押しした。 ロイトはこの考えをオーダループリロニへと発展させた。空対空ミサイルが初めて実戦で使用され、撃墜を記録したのは1958年9月24日に中華民国金門場所周辺の台湾海峡において行われた台湾空軍と中華人民共和国の人民解放軍空軍との交戦、金門戦とされている。この戦闘において、 台湾空軍はアメリカから供与された AIM-9 サイドワインダーソラー対空ミサイルを装備した海 -86 海戦闘機を持って人民解放軍のミグ -17F または J-5 と交戦11機を撃墜したアメリカでは朝鮮戦争後にその戦訓を取り入れたセンチュリーシリーズをはじめとする超音速戦闘機が 短期間で開発されると急速に陳腐化していったが、世界各国にその優秀さが認められたことで、日本やイタリア、フランスをはじめとする同盟国や友好国へ大量に供与されることとなった。生産は1950年代中期まで続けられ、アメリカ国外ではカナダやオーストラリア、日本などでライセンス生産が行われた。 カナダとオーストラリアではエンジンを強化型に乾燥するなど独自の改良を施され、オリジナルとは別に輸出も行われた。1960年代に超音速戦闘機が多くの国で配備されるようになった後も使用され続け、1970年代の第三次インパ戦争にも姿を見せた。それでも後継となる新英機の登場などから旧式化し、1980年代には、 おおむね、姿を消すことになる。1993年2月に、ボリビア空軍機の退役により、全機が退役した。現在では、軍から払い下げられた機体が、民間のアクロチームや、個人所有の機体として飛行する姿を見ることができる。アメリカ海軍向けの艦上機型、面積の限られる、航空母艦の格納庫や、 飛行艦班に駐機するための主翼折りたたみ機構、着艦用のアレスティングフックなどが追加された。FJ-1 は前日したようにイ -86 の採用に先立って、アメリカ海軍に採用された戦闘機であるが、低性能のため実戦機としては使用されず、練習機として使用された。後に改良された回 -86 が空軍において素晴らしい性能を発揮したのを見て、 海軍も海 -86E に関西機としての改造を施し機銃を 20mm 機関砲を4門に変更した機体を FJ-2 として採用したが、この型は発着艦性能に難があったため全て海兵隊で使用された。その後、エンジンを J65 に強化した FJ-3 が製造されて海軍で使用された。FJ-2 が203機。 FJ-3 が538機の合計741機が製造され、さらに大幅な解説系を加えた FJ-4 も製造された。1962年の命名規則改正で3、軍の正式記号が統一されたのに伴い、FJ-3 は解、解 -1C に、FJ-4 は解、解 -1E に故障変更された。日本においては、 航空自衛隊の主力戦闘機として、カ海 -86F を435機、全天候型戦闘機として、カ海 -86D を122機配備した。カス8 6 f のうち18機は、偵察機 r f 8 6 f に改造された。航空自衛隊での正式な相性は極光。ブルーインパルスの初代機体として採用され、 1964年、東京オリンピックの開会式にて、国立競技場の大空に、五色の五輪マークを描いたことでも有名で、長年にわたって活躍したことから、八六呼ばれて親しまれた。1954年の航空自衛隊の発足に、再始、アメリカの相互防衛協力関係強化を目的に、相互安全保障法、MSA に基づく、 相互防衛援助計画、マダップを開始する。T-6 練習機や C-46 輸送機などの第一次供与に、続き、海 -86AF や T-33Z 練習機を日本国内での航空機組み立てを決定する。海 -86 回が選ばれたのは、極東の資本主義圏の最先端にいた日本が、 共産軍の空からの進行を最も警戒していたためであった。国産川 T-33 が79機に、海 -86 海が70機とし、それぞれ川崎航空機と新三菱重工が担当することが決定する。だが、当時の海 -86AF の価格は約1億5000万円とされ、約7億円という当時の防衛庁に割り振られた。 年度航空機購入予算ではまかなえるわけもなく、すべて MSA 援助に頼ることとなった。1955年6月に、日米両国政府間で交渉が行われ、同年8月6日に防衛庁長官が、新密美子重工に70機のノックダウン生産の内事書が手渡された。第1次生産分、ノックダウン生産70機の製造は1956年3月11日に、 新密菱重工第5工場でスタートし、1号機は予定より早く完成し、8月9日に初飛行を成功させている。その後、第2次生産分で110機、第3次生産分で120機が製造された。また、上記の生産機分が揃うまでの承知として、アメリカ軍の海マイナス 86AF の供与も開始された。第1陣は、 追記基地にて9機が引き渡され、1956年には、さらに171機が供与される。ちなみに、これら供与された機体は、主翼の形状が異なるなど、規格や仕様が同一でなく、問題も多かったとされる、口実。航空自衛隊では3種の回マイナス86を運用した。1954年、昭和29年に誕生した。 航空自衛隊の主力戦闘機として、翌1 9 5五年、昭和三十年に、回マイナス八十六回マイナス二十五マイナス三十が二十八機、回マイナス八十六回マイナス40が五十二機の、計百八十機の回マイナス八十六回が、米空軍から供与された。続いて、小麦資金を財源とし、同年から1五十七年、 昭和32年まで、三菱重工業にて、回マイナス86回マイナス40を70機ノックダウン、生産。続いて、国産品を使用したライセンス生産第2次、生産分で110機、ほぼ全ての部品を国産化した第3次生産分、生産できない部品は、米国の無償援助で120機、百六十一年、昭和十六年までに総勢百八十機が、 配備された一方で、機数を急激に増やしたためパイロットや整備員の育成が追いつかずにいた。このため供与された機体のうちの40機が使用されずに、木更津基地に格納された。だが、これが防衛費の無駄であると問題となり、1962年、昭和37年2月から1964年、昭和39年までに使われずにいた K45 機を、 米国へ変換したため、空自は、海 -86F を計435機運用する形となった。マイナス -25、30使用の機体は後に、三菱によってマイナス -40 使用に回収されるが、うち18機は RF-86 海への改造に際してマイナス -40 使用に回収されている、工術。1955年。 昭和30年12月1日に空自はパイロット整備員の育成と供与された機体が揃ってきたことから浜松基地に海マイナス 86F を装備するパイロット育成を第一任務とした空自初の航空団である航空団後の第一航空団の編成が行われた。同時に浜松基地ではジェット機運用のための整備工事が進められた。 翌1956年昭和31年1月10日、供与期による訓練が行われていた追記基地にて第1飛行隊が新編され、同年8月24日に浜松基地へ移住となる。8月25日には第2飛行隊も新編され、同年9月より国産海マイナス 86AF の引き渡しが開始された。10月11日には浜松基地にて、 第2航空団トレーカの第3飛行隊が組織される。その後、1961年、昭和36年までに第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10飛行隊が編成された。1958年、昭和33年から供与が始まり、1968年、昭和43年まで運用が行われた。 回 -104J、DJ の導入によって、余剰となる回 -86AF のうち、-25、-30 の中から18機が、写真偵察機の RF-86AF に改造され、1961年、昭和36年11月6日から1962年、昭和37年3月にかけて引き渡された。 計画自体は1953年まで遡り、当時アメリカ軍立川基地兵単部に勤務する日本人技師チームに、海マイナス 86F をベースとした写真偵察機の製作、兵メーカー計画の設計を命じた。その後、1960年に偵察機を保していた航空自衛隊に、この兵メーカー計画の設計図がもたらされたのが始まりとなる。ただ、 偵察機自体は以前から考えられていたものだが、資金面の問題から、新造機の導入ではなく、減損機の改造という形になった。三菱重工小牧南工場にて、仕様などの違いから使用されずにいた、初期供用機の回マイナス86回18機と、整備教材用1機の K19 機が RF マイナス86回へと改造された。 オリジナルの RF-86 は主翼が -30 使用であり、この初期供与機も -30 使用の機体だったが、航空自衛隊では偵察機への改造に際して -40 使用に回収している。なお、機種部分にある重工部は機関銃を撤去したため、威嚇用ダミーとなった。カメラは長焦点40インチの K-22 を2台と、 単焦点6インチの K-17 の2種類を搭載する。主翼付け根付近左右に K-22 の累積状フェアリングが、機種下部に K-17 の四角いフェアリングが備えは、また、それぞれにカメラレンズのための窓とシャッターが設置されている。1961年12月に偵察航空隊第501飛行隊へ配備が行われた。 RF-4E の導入により、行き種運用となったが、後に、航空相対司令部飛行隊に配置外となる。その航空相対司令部飛行隊所属機も1979年10月に、退役となり、前期の RF-86 回が退役した。1962年、昭和37年から、後継の主力戦闘機械 -104J が、配備後は、 海 -86 海飛行隊の解散が始まり、支援戦闘機として、溶撃戦闘機としての海 -140 への保管と、能力不足ながら、ロケット弾や爆弾を用いた、対艦攻撃の任務に就いた。しかし、国産の海 -1 の配備が始まり、1977年、昭和52年10月1日に、第三飛行隊が、1980年、 昭和55年2月29日に第8飛行隊が11月13日に第6飛行隊が回 -1 に機種転換をしたことにより実戦部隊からは退い添た。9回 -86 回部隊のうち支援戦闘機部隊となった第3、第6、第8飛行隊以外はすべて解体された。最後まで回 -86AF を運用していたい基地の 総体司令部飛行隊では、1982年、昭和57年3月15日に引退セレモニーを実施し、全機退役した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。